まず心配になったのは、えー、と気温温度湿度の維持が必要な動物について真っ先にあのどうすればいいかということの対策が練られました。えー、と具体的な動物名を言うとまず暖房が必要だったもの暖房と加湿が必要だったものが裸出羽ネズミですこれは今の北海道の通常の温度では耐えられないので。あの すぐさま発電機を用意してヒーター加湿器が使えるように準備しましまた次に対応が必要だったのが、えー、ア,ジアアアジロナこれは水の中に、えー、と空気をあのボンベでこう送り込んでるんですけどこれが止まってしまったので酸素が必要水中への酸素供給が必要だったんですが、えー、ボンベでの供給が難しかったので最終的にはあの酸素ボンベの 口を開けると勝手に出てくるのでその口をできるだけ絞って少しずつ水に溶けるようにっていうことをしてあとは水温が低く維持しなきゃいけないものとして日本ザリガニこちら低温の維持が必要だったのでこちらも発電機をして水温の低温に維持をしました。 で実際には対策をしなくて済んだんですけど心配だったものとしては、えー、とレッサーパンダ。こちらは高温に弱いので日常でも30度を超えるような気温の時は冷房の効いた部屋の方に戻すんですけどもこの期間その冷房が必要なほどの外気温にならなかったので、あのー、実際には対応を取らなくても済みました。